はい、皆さんこんばんは、キョロジーです。今日はですね、先月もうすぐ1ヶ月前の話になるんですが、まあ、ブログに今書いてあるんですが、まあ、YouTube でちょっと今回公演に関する、まあ動画レポートが入ったので、動画を今撮影しているところなんですが、先月の、6月19日にですね、もうそれ以前前に発注かけていたんですが、ソニーの、バイオですね、バイオの、今年の6月モデルの、A14P を、まあ、オーダーメイドモデルとして、カスタマイズして注文しました。で、それの、まあ、動画レポートとともにですね、ちょっと、ソニーからの、まあ、買った時についてきたポイントを利用してですね、まあ、ポイント交換で、品物と交換しましたので、動画レポートしていきたいと思います。で、まあ、今、これは、僕の部屋でございますが、そうですね、ここ連日の雨とか大雨で、窓が開けられていないので、日中ですね、やっぱり蒸し暑いので、今、クーラーつけての撮影です。やっぱり、蒸し暑いところでしたね。はい。で、ですね、まず、このバイオ E14P の、スペックについて、書いて、言うていきたいと思います。CPU がですね、Core i7 の 3612QM、クワッドコアとなってます。で、メモリーが DDR3 の、4GB。で、ハードディスクが500なんですが、500GB なんですが、普通の代替ノートだったら5400が多いと思うんですが、ハードディスクはやっぱり速さが速い方が、動きもいいので、7200回転のやつを、チョイスしました。で、画面の解像度がですね、だいたい1300なんぼのやつなんですが、1600×900か800の解像度のやつに、しました。で、グラフィックもですね、本来であればインテルのグラフィックの3000もしくは4000やったっけな。まあ、3000か4000かちょっと忘れたんですが、一つしか入ってないんですが、ハイブリッドグラフィックということで、インテルの、グラフィックで使っていながらも、アムディのラデオンの、7670だったかなの1ギガを、入れてあるので、まあ、グラフィックが2つあるという状態でございまして、で、まあ、ゲームとかするにあたって、ちょっと調整っていうのがおかしいんですけど、設定しないと時々ちょっと映りが変な時あるんですけども、普段仕様ではちょうど、感じになってます。で、やはりもうこの時期なので、USB3.0 の、2ポートと、で、あとですね、こっち側になるんですけども、充電が、電源この切った状態ですね、今。でも充電ができるという仕様です。で、ブルーレイ、ドライブの方はブルーレイの、書き込みと、読み込み、両方できるやつのやつをマルチですね。マルチっていうのかな。DVD で言うとマルチドライブの、やつにしてあります。で、マウスはですね、またまた、すいません、ちょっと前に通ってすいませんが、マイクロソフトのマウスが好きですね。マイクロソフトのワイヤレスモバイルマウス4000を買ってしまいました。3000、3500、4000で6000となってるんですが、あと1000もありますね。まあ4000はその真ん中ら辺になるので、まあまあ使いやすいといえば使いやすいですね。まあ戻るボタンここにあるんですけど、もうこれだけあればまあまあ十分といったところでしょう。で、炭酸1個なので、まあまあ消費じゃないわ。電池の持ちが、悪くはないと思います。それなりに普通だと思います。ではですね、今から一回クワッドコアのまあ一番比較動画として下にまあ今も使ってるんですけどもメイン機の、デルのディメンション C521 の Windows 7版のスペックが、まあ、デュアルコアのやつと比べたらいいんですけども、ちょっと時間がないので、これだけの起動ということに、します。で、そこから今日の、動画レポートに移りたいと思います。一応中にはウェブカメラ、HD のウェブカメラがついているようです。では、電源入れます。今ここにバイオで、バイオスの画面が出たと思うんですけども、昔だったら、
バイオと出た後に音が鳴ってソニーと出ていたんですが、今のパソコン音も鳴らないようになっているみたいですね。で、Windows の起動はパスワード設定してあるのでそこまでっていう形になるんですけども、まあまあ早い方ではないでしょうか。ちなみに今これはちょっと、前回のシャットダウン時に、自動更新が入っているためレジストリの適用をしているようなのでちょっと遅いです。でですね、少し、あ、ずれてる。少しですね、こちらのキーボードに、見ていただきたいと思うんですが、これバックライトキーボードですね。バイオで、まあ他のメーカーでもあるのですが、バイオが気に入った理由はこれで、今映ったように、LED でつくんですね。で、夜消すと綺麗なんですね。今ちょっと再起動入ったんで、これが、今 Windows の起動画面という形ですね。やっぱり自動更新してあった後なんでちょっと遅いですね、いつもと違って。まあ、そこのところはちょっとご了承いただいた、いただいて、こちらの方のキーボードを見ていただきたいと思います。で、ちょっと電気消しますね。こんな感じで、起動で電気を消すとこんな感じで光るんですね。で、OS の方は、Windows 7の 64bit 版で、プロフェッショナルです。ホームプレミアムでもいいかなと思ったんですが、プロの方を選んだ次第です。で、あとですね、中の、アプリケーションじゃないわ、ソフトなんですけども、ソフトは、大体、マイクロソフトオフィス、まあ学校でちょっとよく使う、授業が多いので、オフィス2010と、で、一太郎、2012と、で、あとは、Adobe の Photoshop 6.0 から、そうですね、何だっけ、Photoshop の、あ、エレメンツですね。エレメンツの多分10を入れてあったと思います。で、まあその他は、まあ Skype とか LINE とか Firefox、などなど言えているわけなんですが、まあまあその方もまあ起動が良くて、まあ動きもいいので、まあいいと思うんですが、ただ、ダイレクト X 系のゲーム、ヒートオンラインっていう、まあそのレースゲームは僕するんですが、それをするとどうしても、ある一定時期に画面がちょっと点滅したりするんですね。これはちょっと、やっぱりグラフィックのその二つグラフィックがあるので、競合している可能性があると思います。で、一つだけ向こうにして、使ってみたらそれはなかったんですが、やはりその一つだけ向こうして使うと、パソコン自体がダメよっていう感じでエラー吹いてきますので、で、まあ、仕方なく、多少の点滅は仕方なく使っている次第です。でですね、ではでは、今から今日の本当の、紹介のですね、まだちょっと時間あるかな、やつを、やっていきたいと思います。でですね、今日じゃないですね、先日、2日3日前に届いたんですが、ソニーポイントといって、この場合を買った時にですね、3000ポイントか4000ポイントほどくれまして、それで、まあ、景品交換という形で、まあ、まだまだ期限があったんですが、やっぱり形残るものにしたいなと思って、二つの、ポイントたる限りの二つの商品に交換しました。で、ちょっとここ、今隠してるのは、まあ、個人情報等あるので隠してるんですが、開封して、ちょっといろいろ見ていきたいと思います。ちょっとまあ余談になるんですけども、まあその僕がまあバイオをこだわっている理由はですね、まあそのデザインもいいっていうのもあるんですが、初めて使ったパソコンがバイオなんですね。で、まあバイオにはやっぱりそのこだわりがあって、で、ちょうどまたこれからもまた使うのであれば、
バイオの方がいいかなっていうのがありまして、でまあ性能も今はいい性能出てますから、そういうのも試したいなと思ってで買った次第です。やはりちょっとオーダーになるので多少ちょっと高かったですね。でですね、はい、すいません。こちらが、梱包されていた感じです。結構やっぱりエコな感じしますよね。で、これとこれで、でこれはちょっと後々分かると思うんですが、これ置いておきます。よいしょ。でこれはもう外から見えてると思うんですが、ソニーのオリジナルクリーニングクロスです。液晶画面とかのところに拭き取るっていう感じで、まあまあいいかなと思って買いました。まあ当分は開けないと思います。ソニーもいいですね。メイクビリーブいい感じです。でですね、あこれはこんなん入ってますね。はい、ちょっと近づいてきすぎなんで見えてないかもしれませんが、でですね、これが本日のまあ目玉って言うとおかしいんですけど、動画レポートしたかったのはこれです。ちょっと待ってくださいね。梱包ちゃんとしてあるんでちょっと取りにくいですね。はい、すいません。これです。これ何ぞよという話ですが、ソニーの、ここ前がガラスなんですが、ガラスの、電波時計ですね。でまあ今電波時計もまあまあ、各部屋に一つずつあるんですが、まあまあその電波時計も長いこと使っているもんなので、まあその電波時計も違う部屋に置いて新しい電波時計を置いてみようかなと思って、交換してみました。横見ていただいたら分かるようにここはガラス状ですね。なので取り扱い注意という形なんですが、まあほとんど操作不要でですね、日本語表記っていうことらしいです。まあ今の電波時計は、日本語表記のやつも少ないのもありますから、まあ珍しいですかね。でもまあ裏は裏で、あれですね、なんて言うんでしょう、その、まあ分かるような単語ばっかりですけども、このボタンのうち、設定していけば自動で電波を拾って時計を合わせてくれると思います。で、まあそれだけなんですが、ポイントを、うまく利用して、こういう残るようなものを買うと、やっぱり気持ちがいいかなと思います。で、このバイオ君にですね、新しいバイオ君にですね、これからも、頑張っていってもらってですね、まあ、Windows 7終了しても違う OS 8でも多分動くスペックやと思うので、これから、そうですね、まあ、目指せ10年超えということで、パソコンを、まあ、自分の部屋の、まあ、パソコンとしてですね、使っていきたいと思います。そうですね、また、これに関してまた何か、また動画で紹介することができましたら、動画で紹介していきたいと思います。それでは、今日は、パソコンの簡単な紹介とソニーポイントの交換についての、話でした。それでは、失礼します。